はい、こんにちは。レンタバキューの黒マサです。長いことね、ご無沙汰しておりました。サボってましたね、だいぶね。なんでサボってたかっていうと、ご存知の通りね、この時期っていうのは確定申告じゃないですか。で、今日これ撮ってるのが3月14日なんですけれども、今日、やっと確定申告が終わりました。はい。ただ、確定申告をやらなきゃ受付、時期っていうのがさ、2月16日からかな ?2 月16日から3月15日の間で、で、その受付時期が始まるとですね、もうなんか、やらなきゃって言って、こう、すごいテンションが落ちてくるんですよ。で、でも最初のね、やっぱ20日ぐらいは何もしないんですよね。何もしないんだけど、なんかモチベーションだけがやたら落ちてってですね、やらなきゃやらなきゃと思って、まあちょこっとずつこう仕込みはしてるんですけれども、まあそんなこんなでね、そう動画をね、撮る、こう、意欲が全然湧きませんでした。はい。大変お待たせしてね、申し訳ありませんでした。でね、もうガチデマだったら10日ぐらいで終わっからね、確定申告。で、締め切りが明日でしょ。今日行ってきたんですけど、まあ混んでたね、やっぱ税務署。まあ見ると、こう、あ、みんなこれ、夏休みの宿題3月31日にやってた口なんだろうなと思って、まあ私ももちろんそうでね。あれで、おそらく、こうアンケート取るとですね、9割ぐらいが夏休みの宿題は計画的にやりませんでしたにチェックが入るんじゃないかなと思います。大変だよね。でさ、この前ツイッターで回ってきたんですけど、人工知能についてね、お前、将棋や囲碁なんかやってねえで、確定申告を、俺から確定申告の苦労を奪ってくれよっていう、こう、ツイートが流れてきましてね。いや、もう本当にその通りだなと思いましたね。財務省とかがね、人工知能でこう確定申告を自動でやってくれるみたいな。で、各銀行とかさ、その、金融機関にアクセス権限をこ私の方で与えて、で、私のアカウントから、なんか確定申告の、あ、これは事業用の仕入れとかさ、これは、仕様のやつだから経費には参入できませんっていうのをこう勝手に仕分けしてくれてね。で、最後、ポチッて押すと、こう、申告者がバッて出来上がるみたいな。そんなのあったらすげえ嬉しいなと思いましたね。将来的にはそういう風になるんですかね。でも、ごまかせないよね。まあ、当然、ごまかすのはいけないことなんで、ごまかしがあってはいけないんですけれども、あとはやっぱり、その、プライベートの買い物とか、すべてがすべて全部、財務省に握られるっていうので、まあ嫌になる人も多いかなと思うんですけどね。まあ選択できればいいかななんて思いますね。俺もめんどくさいから全部お上にお任せします。言われた金額を払いますみたいな。そんな感じでもいいし、なんかもうそういうの全然信用できないっていう人は今まで通りのね、自分でこう申告書を書いて作成して提出するのがいいのかな。そういう未来が来てほしいな、俺は。うん。そんでね、今後の予定なんですけれども、今溜まってるのがね、一応依頼受けてるのはこれだけかな。サーペント RDTA。これね。これを一応レビューの依頼を受けておりまして、もう一個やんなきゃいけないなと思うのがね、これ。アスパイアのね、NX75 って、これね、なかなかいいんですよ。いいんですけど、よくて俺も売ろうと思って今在庫ね、実はあるんですけども、操作がね、結構こう、わかりづらいというかね、複雑なんで、これ動画にしてからじゃない、ちょっと売りにくいななんてね、思っているとこなんですよ。で、これ、スターターキットで今ね、在庫があるんですけれども、まあ、スターターキットとしての紹介と、それから操作方法についての、動画で、日本でやろうかなって今考えてます。それからもう一個なんか今、送られてるもんがあるんですけれども、今のところ決まってんのはそれぐらいかな。なんかこれもやりたいっていう、自発的にやりたい系もいくつかあるんですけれども、まあそれはこう、時間とモチベーションを見ながらですね、ぼちぼちとやっていこうかな。だってさ、そうなんですよ。そういえばモンハンダブルクラスクロスもね、
もうすぐ発売なんで、うん、ちょっとね、頑張って動画撮らないとね、また動画撮る時間ないとかって言い出しかねないんで、私の場合ね。まあ、その辺もこう、ちょいちょい考えつつやっていきたいなと思います。しばらくね、間空いちゃってこう、お待たせしちゃいましたけど、また今後ともよろしくお願いします。ということで、電玉貴族のマッサーでした。ではまた。